日本東京都新宿区南本町南本町は東京都新宿区の南東部に位置する町名である。郵便番号は160-0012。町名の設定のない単独町名である。住居表示は実施されていない。東京都新宿区の南東部に位置する。町域北部から北東部は新宿区若葉に接する。町域東部から南部は 港区元赤坂に接する。西部は新宿区品野町、新宿区霞が丘町に接する。町域内の高低差が激しい。中央部を JR 中央線の線路とそれに並行して、首都高速4号新宿線が横断している。町域内は主に住宅地として利用されておりマンションなども多く見られる。南本町には町域の西部を中心として、 隣接する品濃町と共に公明党や創価学会、関連の施設が多くあり、公明党本部も南本町の千日坂下に所在する。また、千日坂の坂上、品濃町駅近くには、葬儀場である千日、谷街道がある。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、南本町4番49の地点で98万5千円。 平方メートルとなっている。千日坂は、南本町の生誕、品野町駅南口から千日、谷一向院下に下る急坂である。久野坂、または久野坂とも呼ばれる。新助坂は、南本町を通る、鉄道高架の北側、南本町5番と6番の間を北に、南本町と品野町の境道まで登る、急坂である。坂の西側にはかつて、 ソニーミュージックスタジオがあり、坂の途中に起立する大きな建物は中央線の車窓からもよく望まれた。同スタジオは1978年に CBS ソニー品マ町スタジオとして開業し、後にソニーミュージック品マ町スタジオへと改名されたが2001年に閉鎖され、土地、建物は三菱商事経由で総価学会に売却された。建物は 創価学会の南元平和会館として使用された後に解体され、現在は創価文化センターが立地している。二葉南元保育園、南元町は1943年4月1日、それまでの四つ役南町と同元町を廃止、統合することによって新たに創設された。南元町の地名は南町と元町からそれぞれ一字ずつ取ったもので、 その町域も、丘陵町の町域に、ほぼ一致する。南町と、元町は、1911年以前、それぞれ、元ザメ川橋町、元ザメ川京南町という町名であった。2019年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。公明党本部、ありがとうございます。